システム21は1989年にナムコがリリースした 3DCG に特化したアーケードゲーム基板である。別名ポリゴナイザー。従来はグラフィックス表示に PCG やスプライトを使用したビットマップグラフィックスが主流であったのに対し本基板はビットマップ表示に加えポリゴンを使用した 3D グラフィックス表示を特徴とし、 ウィニングラン他アーケードゲーム機がよりリアルな 3D 表示に移行するに至った存在である。なお、3D ポリゴン表示に特化して設計されたアーケードゲーム基盤は本基盤が初めてではなく、先行する基盤として、米国あたり社の1984年の作品である I、ロボットに用いられた専用基盤がある。基盤構成はメインプログラムやサブプログラム、 通信制御、サウンドなどを担当する基盤1枚と、画像用ワークラム等が実装されている基盤1枚、ビットマップグラフィックス表示を担当する基盤1枚、ポリゴン表示計算などを行う基盤1枚で合計4枚となっている。音源周りやメイン CPU、サブ CPU 周辺はシステム2を踏襲した構成となっている。 アーケードゲームで最初期の 3DCG 基盤であるが、レスポンスが重要なシューティングゲームを中心に 60fps を実現した作品がいくつか見られた。2DCG 基盤を用いた技術 3D よりもはるかに正確な3次元空間を実現可能であったため、VR を試行した作品ばかりであった。基盤に搭載されている C140 はアーケードゲームでも 最初期の PCM 音源であり、当時最先端の技術を結集して作られた専用のカスタムチップである。同時発音する 24CH という当時としては非常に豪華な仕様であった。C142 はシンセサイザーメーカーのエンサニックが売り込んできた音源チップを見て、ナムコが同等品を自社開発したという逸話が残っている。 システム21バイト CPU ボードシステム21バイトビデオボードシステム21バイトは基板4枚で構成されていたシステム21の機能を基板を2枚に収めたものでポイントロムなど一部実装できるロム容量が少ないが性能は同じであるウィニングランシリーズのみに特化した仕様といえる基板はバックパネルの基板を経由せずに CPU ボードとビデオボードを重ねて 直接接続する構成となっている。ポリゴン表示性能は毎秒6万枚。メインプログラム、音源制御、画像合成、各種入出力機能を有する。メインボードにはメインプログラム、サブプログラム、データロム、サウンドプログラムロム、PCM データロム、ポイントロム、キカスが実装されている。カスタム PCM 音源 C140 本画像は、 システム2のものである FM 音源 YM2151 ビデオボードにはグラフィックプログラム ROM とグラフィックデータ ROM が実装されている。映像信号はこのボードで生成され、コネクタを介し、メインボードから出力される。システム 21C はソルバルスターブレードエアコンバットサイバースレッドで使用されたもので4枚基板、構成である。大きな変更点は、 ポリゴンボード上の DSP が DI シャトムス 320C25 からピン互換のカスタム品となっており、1プラス4機の合計5機に増やされていること。ビデオボードもシステム21、21バイトとは大きく異なり、基板上に68000は見受けられない。CPU ボードも高期型シスタマイと同じく通信制御用コントローラが、 C65 から C68 になっている。ありがとうございます。